俺はそれを身をもって理解している。この肩の傷はまだ成人もしていない女性の軍師に切られたものだ。俺が王国で従軍していた頃、占領地を解放しに来た敵軍と衝突した。手柄を上げるため敵軍の軍旗を持った女に切りかかった。どう見てもただの子供だと鷹をくくっていた。軽くいなされ、軍旗で腹を殴られ、ひるんだところを切られた。俺は痛みと出血で立ち上がることができなかったが、今こうして生きている。その軍師は有能だ。任務を優先し、俺の始末よりも先へ進むことを選んだんだからな。その戦地では俺たちが負けた。きっとあの女が功労者だったのだろうな。今の世界でもう一度会ってみたいな。きっと今もどこかで戦っているのだろうか。何かを守るために。なあ、この動画を見てる奴は覚えておけ。相手が女性だからといって侮るな。俺はそれを身をもって理解している。